はい、こんばんは、勝弘です。今日は、ウィンターボードのテーマの紹介です。名前の方がデザイアアイコンズ iOS7 です。まずは似た感じがこんな感じです。この辺はカレンダーとかカメラとか、まあ、標準的なアプリと、まあ、下の方にシリアと iFile とウィンターボードが入っていて、まあ、こちらにも、少しダトークアプリが入っています。で、下の方に電話とか設定とスイートボット、Gmail、サファリって感じですね。で、この辺にも、スピードテストとか LINE とか Skype とかもアイコンがこんなような感じになってます。で、2ページ目が、まあ、こちらは、Apple 系の、アイコンが、並んでいます。で、こちらは、まあ、Google さん系のやつとか Dropbox とかがありますね。あとこちらに Amazon とかもあります。で、あと電卓の方が、一応こんな感じで、見た目が変更されてます。あと、キーボードの方がこんな感じになってますね。英語だと、こういう感じになっています。で、インストールしてあるテーマなんですけど、こちらに、デザイアアイコンの、が一通り入ってるんですけど、上から、カラーキーボードのやつと、こちらはまだ別のアイコンの、こういう感じのデザインに変更できるようなテーマになってます。で、こちらが、メインの有料のテーマになっています。で、こちらはローリングスクリーンの、テーマで、こちらはバッチですね、アイコンにつくバッチのテーマになっています。あとこちらは SB と書いてありますので、スプリングボードの略なんで、ホーム画面のテーマになっています。で、こちらが、UI の、テーマになってますね。あとこちらに、こちらのテーマの、ゼッペリンですね、キャリアロゴの、テーマを変更できるようになっています。ウィンターボードの方なんですけど、ウィンターボードを開いてもらって、まあ、適用させているのは3つだけですかね。ローリングスクリーンのやつと、まあ、UI とアイコンズ、まあ、この3つだけで、まあ、ほとんどが変わりますんで、とりあえず僕はその3つだけを適用させてやってます。で、あと設定を開いてもらうと、まあ、設定の中もアイコンがこんな感じで、かっこいい感じになっています。下の方が、ダズルカップですね。今日はデザイアアイコンズ iOS7 の紹介でした。では、またねー。